キノコポロンちゃんだよ。みんな見てね。テレビがおかしいの巻。あれ、故障しちゃった。どこ直すのかな。さあ、お料理の番組でも見ようかしら。あ、困ったぞ。今日は卵焼きのお料理です、まず卵に石鹸と粘土を入れると美味しくなります。奥様、一つ味を見てください。まあ、何ですかこの味。ニュースの時間だな。今日のニュースを申し上げます。子供のお小遣いは100円に値上がり。変なテレビだな。いけないパンダくんだな。よし、助けて。なんだお前か。それ、助かった。テレビも直った。パンダくん、テレビをいじることはやめようよね。わかった。石鹸サンドイッチの巻。カバオ、朝ですよ。起きなさい、起きなさいったら。痛い、起きるよ。歯磨きは、あったあった、こんなところにあったぞ。チューチューチューって出しまして、もぐもぐ、マヨネーズみたいな味がするな。なんだ、今日またパン。チーズを挟んで食べてみよう。チーズあったぞ。ガビリ、これどういうわけだ。変だと思ったら、あれチーズじゃなくて石鹸だったんだ。助けてー、ポロンちゃん。あ、危ない。それ。これから早く起きてちゃんと目を覚ましてから支度しなきゃダメだよ。